こんにちは、子ども服服作りオンラインスクール講師の河野幸恵です。今回はスクール生のタイさんにお越しいただきました。タイさんは服作りを全くしたことがない状況から入っていただき、スクールのゴールであるオンリーワンの服を作っていただけるようになりました。今は作家になる準備をしていらっしゃるところで、年内に作家デビューというところを目標に活動していらっしゃいます。それでは今回はタイさんにどうやったら服作りを上達させることができるのか、いろいろお伺いしていこうと思います。それではタイさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。差し支えなければなんですけども、じゃあ年齢の方教えていただけますでしょうか。はい、35歳です。同い年ですね。そうなんです。まあ一番この同い年とか30代が一番多いんですけど、お子様は今何歳、何人の何歳ぐらいですか。一人で5歳の息子です。お子様が生まれてからの服作りやってみようかなっていう興味を持ち始めたっていう感じですかね。あ、そうです、うん、子供が生まれて服作りしたいなと思ってミシンを買ったんですけど、結局なんか小物作ってそのままみたいな感じで、はい、分かります、分かります。そういう方多いですよね。子供が生まれて服作りをしようって思った人と、あとはお孫さんが生まれて服作り再開しようかなって思われた、あの2パターンにね、うちのスクールは分かれてると思うんですけど、なんか子供がいるから服を作りたいっていうパワーは強いなっていうふうに思います。私も1ヶ月ぐらいミシン放置してやっと重い腰を上げて服作りを始めたので、なかなか一人で服作り始めようって難しいですよね。なかなかできませんでした。で、タイさんは今何か本業はお仕事はされてるんですか。はい、会社員で働いています。会社員ですと服作りに当てる時間ってどのぐらいの時間なんですか。多くて1時間半から2時間くらいでしょうか。スクールに入られた時はもうちょっと多く取られたってことですか。そうですね、多くて2時間くらいですかね。取れない日もやっぱりあったりして、そうですね、すごい、ね、毎日2時間で取れない日あってもお洋服作りできるようになるっていうのは、多分多くの方のね、なんか安心というか心強い言葉だと思います。スクールに入るまでどういうことで悩まれていましたか。今の仕事を辞めたいっていう気持ちがあったんですけど、いろいろ収入の面とかそういうことで転職なども難しく感じていて、何も踏み出せずにずっと続けているっていう状態でした。あとやっぱり毎日忙しかったので、育児とか家事をもっと大切に丁寧にしたいなって思ったけど、なかなかそうできなかったり、あと自分のやりたいことにもっと時間を当てたいけどその時間が取れなかったりっていうことが悩みだったなと思います。なるほどですね。いや、もう作家デビューを目標にもうスクールに入られたっていう感じなんですよね。でも最初はそうなったらいいなって思ったけど、そこまで最初から作家としてやりたいって強い気持ちがあったわけではないかもしれないです。めっちゃ直感だったんですよ。いいです、全然いいです、全然いいです。それがいいと、いいんで。最初にこのスクールの、私の案内を見てスクールのことを知ってもらったと思うんですけど、そのいいなと思った理由って何なんですか。まず諦めていた子供服を作りたいっていう気持ちがまず蘇ったのと、あとオンラインスクールだったので、オンラインだったら仕事しながらも時間縛られないで作れるようになるかなって思ってたのがいいなって思いました。やっぱりその入りは服作りをやりたいってことだったんですね。そうですね。なるほど、はい。そういうふうな中でそのスクールに入ろうっていうふうに決め手になったものって何ですか。私の場合はもう案内を見てもうほぼ直感で、そうなんですか。これだって思って、なんか今の現状からなんか一歩踏み出せる何かになるっていう感じがして、これだって思って、本当1期生 の, 締め切り過ぎてたんですけど、そうですどうにかなんないかなと思って、それでちょっと公式 LINE も登録して問い合わせさせていただきました。先生 の, 案内ですごくこう惹かれたのが、自分一人では続けられないかもしれないけど仲間がいることで続けられるっていうようなことを書いてたかなって思ったんですけど、そこがすごく惹かれました。嬉しいですね。なんか直感でそういうふうに申し込んでくださったっていうのは一応嬉しいですよ。なんか、しかも元旦だったんですよ、私見たの。そうですね、そうです、そうです、元旦から
ちゃったんですけど、あ、これだ。じゃあ、そのタエさんは経験者と同じスピードで3ヶ月で自作パンツを作って、4ヶ月目にニットソーイングをして、で6ヶ月目には旦那さんと息子さんお揃いのニット T シャツを作られていたっていうのがすごく印象的なんですけど、タエさんがここまで服作りができるようになったポイントっていうのを教えていただければなっていうふうに思います。このスクールに入らせていただいて、少しでも服作りをする時間を取ろうとしたことと、仲間の皆さんが、一生懸命やっていたので自分も頑張ろうって思って、進みが遅いこともあったんですけど、それでも続けてこれたことが一番大きいのかなと思います。ですね、仲間ですよね、本当に仲間だと思います。はい、1期生は5、6人かでのスタートでも少なかったですけど、それでも皆さん一生懸命ねやってもらったんで、みんなが本当伸びていったかなっていう印象ですね。まあ、今は仲間が多くなっているのでちょっと盛り上がってね、もう今大佐先輩ですからね。じゃあその服作りができるようになって良かったことって何ですか？服を作れるようになったっていうことが純粋に嬉しいのと、その作った服を子供が着てくれてるのを見てなんか嬉しいなって思います。服作りをできるようになって、なかなか踏み出せなかった自分の仕事の状況を変えようっていう気持ちがすごく高まって、で一度踏み出してチャレンジしてみたいって思えるようになったのが、なんか自分の中では一番良かったなって思ってます。できるようになるってやっぱすごいことですね。いろんな人生を歩めるようになれるなって、私自身その趣味で始めたことが今仕事につながってるので、まあ、タエさんも同じようにね、いろんな世界に行けると思います。本当に選択肢が広がったなって思って、それ本当に感謝しています。あとは服作りだけじゃなくて販売に関してもアドバイスしてくださるので、ハンドメイドの販売はなんかすごく難しいことのように感じていたんですけども、頑張れば自分もできるのかなって思えるようになって、可能性が広まったなって思います。すごい嬉しいです。お友達にプレゼントもされてませんでした？はい、しました。しました。そうだ、そうだ、やりましたっけ？インスタに載ってます。あー、そうか、なんかすごい可愛かったと思って、なんかいっぱい友達とか家族とかになんか作りたいなって思いました。わかります。その販売ってなんかその延長なんで、人に喜んでもらいたいっていう、でそこでまあ料金が発生して、まあ、収入につながるっていうので、人に来てもらっての喜びを味わえるのが販売なんで、多分販売していくともっともっと楽しいと思います。それでは今後の目標を教えていただければなって思います。まずは今の仕事の状況を変えていくこと、そして服作りの時間をもっと確保して、服作りの腕を上げたいなって思っています。でゆくゆくは服作り の, 作家としてデビューして、自分の作った服をどなたかに着て喜んでもらえたら嬉しいなって思います。できますよ。タエさんはまだスクールに入っていただいているので、もう全力でねサポートさせていただきますので、まあ、これからもよろしくお願いします。こちらこそどうぞよろしくお願いします。はい、公式 LINE の方ではスクールでお伝えしているオンリーワンの服の作り方をギュッと濃縮したオンリーワンの服を作るための4ステッププレゼントしておりますので、気になる方は概要欄 URL よりお問い合わせください。このチャンネルでは今後服作りをね上達させるためのポイント等々を情報配信しておきますので、気になる方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。